わけで、今回もトライジやってきます。ランスでグサグサぶっ刺していきます。久しぶりですね、ランス。なかなか良い武器ではありますが、私の性格にあまり合わないですね。武器ってやっぱ性格だと思います。なんかハンマーが自分の性格に当てたりとかね、そんな感じだと思います。というわけで、今回はなんか地味なクエストなのかな、なんかちょっと思いもつかないようなクエストですね。降り注ぐ悪雷、意外とあの強いモンスターなんですけど、なんか目につかないようなクエストだったのでやっていきたいと思います。アギアクレス1投、希少種はそのうち行きます。お待ちください。あとなんかラギア希少種のランスでなんかクエスト言ってくれやみたいな感じのコメント来てたので、それも後々行きます。お待ちくださいなんか喋り方がちょっとかっこよくなったな。お待ちくださいみたいな。このテンション見てわかると思う、聞いてわかると思う。ここからなのかよーだー、遠いですー。このテンション見てわかると思いますが、あれです。前回の晴天月地からまさかの連撮りしてます。まだ、あ、夜中の1時回ってますね。眠いです。けどなんか眠い時に動画撮ると意外となんか面白いこと喋れそうだったので、撮ったらちょっとね、なんか、2回死んじゃったけどね、大丈夫僕、みたいな感じでしたね。困ったもんです。なんかあそこが、あれですね、モンスターハンター4のなんか雲いるじゃないですか。あれのなんか PV に出てきたところみたいですね。なんかほら。なんかこう、上に行ったり下に行ったりできるじゃないですか。それがなんか似てますね。あそこの地形というか、地形じゃなくて、ね、なんか形が、雲の巣みたいなのが似てますね。こいつは手数勝負だ。手数勝負で頑張ります。もうランスはとにかく手数が大切な武器だと自分は思うので、自分はランスはそういう武器だと思います。手数がね、やっぱ大切だよ、僕みたいな。カウンター付きが間に合うんだな、これが。で、ひるみが来ないかな、来ると思ったんだけど、来ないかな、来ないかな。尻尾を切ってやる。普段の私のテンションならこんな尻尾をザクザクぶっ刺したりしませんけど、ね、今回はちょっと酔ったテンションなので、このテンションはなんか酔ったテンションというね、名前がつきました。なぜか知りませんが。落とし穴は疲労中にね、できたらいいななんて。そろそろ胸が壊れてもいい頃じゃないのかな。ぶっ刺す、ぐさぐさ。やはり壊れましたね。画質がいいかな？悪いかな？アンケート取れればいいですね。けどなんか私の画質は結構多分いいと思うので、結構視聴者さんも満足してくれてるみたいなのでね、よかったよかったって感じですけど、一安心一安心。あーバカタレ、俺ラギア希少種何やってんだ。最初俺あれですね、ラギア希少種発見された時はまず最初にタルジーで頭ぶっ壊すのが作戦なんですけど、作戦というかお前ら二人でなんか連続で飛んでくなや。ちょっと今、面白かったな。ケルビーとなんか、チャチが同時になんか宙を舞っていた気がする。気のせいか。気のせいなのか。お前の、その長い尻尾を壊すのが俺の夢。俺の夢を叶えさせてくれ。なんか本当に壊れそうですね。これ本当に壊す気はないんですけど、なんかたまたま攻撃できるから、おっさぶっ刺そうみたいな感じで攻撃してたんですけど、なんかたまたまね、なんか壊せそうな勢いですね、これ。ぐさぐさぐさ。あ、まずい。おー、ありがとうございます。ひめんぞくさん。あなた方、やはりさすがですね。自分はランスは、ガードできるので、攻撃は食らいたくないです。ランスでは絶対に。ね、なんか、ガードできる武器で攻撃食らうとか、それほどおかしなことはないんで。まあけど、どうしてもね、しょうがない時はありますけど、極力ランスでは、攻撃を食らわないようにしています。とか言ったら、食らうんですけどね、私の場合。あれ、ヒーカリですね、この遅さは。この動きの遅さはヒーカリだ。やはり。なんかちょっとかっこいいこと言ってますけど、なんとなく勝ってればわかります。なんか練習じゃなくても、前回も言いましたけど、ハリーポッターなんか見ながら、ちょっと適当にやってるだけでね、モンスターの動き勝手に頭入ってくるんで。そうしてればね、あんまなんか練習が面白くねえなんてこともないですし、ちょっとまずいですね。こいつは右から行かないと、タックルが来るんで、おー怖い怖いってことなのでね、右から行かないとダメですこいつは。 1,2 とついて、これはガードしますか。
ガードしないとね、鬼面族も死んじゃうんですよ。弱いから、属性耐性がないから、僕が守ってあげるしかない。よしよしよし。よし、壊した。なんか動きが重いぜ、ざますよ。すごい重いですね、今、動きが。パソコンのあのアップロード画面みたいになったよ。これで、腕が壊れますね。まずいまずい、バックステップしちゃった。背中もね、ザクザクと壊していきたいなーなんて思ってます。背中は、こいつのなんか弱点みたいなので、最近知りましたけど、なんか弱点どうでもよく攻撃してるんで、自分。なんか、あ、これは、ひるみが、来ないー。うぅ、そうそう、ケミが出てると死ぬ。なんでかなー。あれですね、もう酔ったテンションの時は私はよく死ぬみたいですね。やってしまった。動画内では死にたくないとか言って、もうニューシルバーズムービー始まって最初の頃にもうこんな前回に移するし、今回はラギアーシュ一頭で移るという、まさかの事態でございます。どこに向かってブレス入ってんのかな？私の身長170でございます。これはハンターの身長ですね。このウプヌシの身長じゃなくて、身長170でございます。そんな高い位置、高すぎだろ。ブレス打ってる位置が当たるわけないでしょ。学びなさいよ。胸に亀裂が走ってる。間に合うか。ガードがやはりケルビー大丈夫か。ケルビーはね、あれほど無害なモンスターはいないと思うので、ちょっとぶっ殺す意味がわからないですけど、背中をざっくりざっくりついていきます。ちょっと捕食してるかなーなんても思ったんですけど、大丈夫でしたね。尻尾が切れてから短いよー。邪魔、味噌漬け。これエリチェンなんで、いきまーす。一応ラギア社の行動はすべて、把握してます。まあ、でも死んだのはちょっと酔ったテンションだからということで。許してください、ざっくりと。ね。尻尾を攻撃するとひるむというわけなんで、勝てーよー。これはね、当たらないですね。当たりました。ちょっと裂かれたらな。ガードダメージがあるんで、もちろん当たりたくないんですけど、サイアンバホ打つのを忘れていた私。愚かだと思うよ。回避する、じゃなくて避ける。これね、多分この体力でブレス食らったら一発で死ぬんですよ。おー、怖い怖い。おー、怖い怖い。本当に怖い怖い。ちょっと、やめてくださいよ。死にそうじゃないですか。さすがにこの動画に二つはまずいですね。おうおう、頭が硬い。落とし穴は仕掛けたいですけど、捕食を阻止できたんで、この怒りが終わったらね、あ、多分披露すると思うんで。披露しろー、披露しろー。頭が硬いでざますー。飛びすぎですよ、ハンターさん。ちょっと、今なんか下噛んだぞ。飛び行くなよ、みたいな。情けない。自分は、滑舌は悪くないつもりなんだが、ちょっとなんかふと思い出したんですけど、あれですね、これ投稿してる日がちょうど17日かな。そうですね、投稿してる日がちょうど17日。今日あれありますね、必殺仕事人2013。必殺仕事人は面白いですね。あれやはり昔からあるテレビとは言ってちょっとずれました。画質がじゃない、画面がぼやけていた。やはり昔からね、人気があるテレビというわけで面白いですね、視察仕事人は。私なんか行事あのレントゲンが好きですね。なんか背中からぶっ刺して心臓を一突きみたいな、かっこいいですね。あれはランサーの人は憧れるんじゃないですか。背中を一突きだみたいな感じでね。懐かしい。懐かしくない、何が懐かしいんだ。さて、死ぬか。蹴ったら死ぬかもしれない、もしかしたら。もうこれ蹴って死んだら、あれですね、ギネスに乗りますよね。蹴る。まさかの死なない。死ぬわけないな、そりゃ。けど今死んだのか。はい、というわけで、ラギアーシュでした。間違えたらラギアーシュでした。ちょっともう眠いんで、さすがに寝ます。もう連ドリはできないんで、このテンションで、皆さんと巡り合わせることはないでしょう。ラギアーシュ、かっこいいですね。頭が破壊できなかったけど。まあじゃあここでもうお別れしますか。はい、だけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回のゲストはまた書いておきます。さよなら。うわー。